みさみさんどこ？みさみさん略さないで、みさみさんあ、いた、みさみさんいた、はい、みさみさんいた、全部ないです。何がない、え、ない、パスポートも全部です。え、どこなんですか？あるとしたら空港のコインロッカーのところの椅子。急いで、では、はい、財布とかも全部。え、急いで戻って。どうしたんですか？あ、もう一個のリュックか。あ、でももう一個のリュックしまってたよね、ミスのところに。コインロッカーに置いたんじゃないかな。え、でも何だったか。一緒にミスのロッカーに入れたのは何？なんかリュックだよね。まあ、どっちのロッカーの中にあるんだとしても確認してた方がいいから。そうだよね。タクシーの中にはなかった。さっきタクシーの数どこやったかなと思ってめっちゃ探してるんだけど、だってみさみささんがこっちに乗っててみさみささんの後に降りて気づくはずだから。いっぱい帰国できないよ、マジシャレなんだな。なんないな、パスポートがない。あ、パスポートないと帰れない。ちょっと心配になってきた。私も心配になってきた。怖い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 。タイプ内で再発行できるんだ。確かに時間が必要。あ、あるあるある。パスポートさえあればいいですよね、最悪。パスポートがあれば、派手とか適当に何とかなるから。パスポートがあればギリギリ帰れる。帰れるって大事。パスポートがなんか例えば海を渡して帰るような。出られないんじゃないか。あ、なるほどね。なんか検問みたいのがいないところにね。バカなの？何キロあると思ってんの？調べるかお前。あれ、あ、そっか、先輩お土産買っといたけどいいのかな。はあ、なんか私覚えてますよ、数は一個一個買いたいねって。でも先輩そんなこと言ってる場合じゃなくなる可能性があるからな。一応これタクシーのやつ渡しときましょうか、写真で念のため。買うか買わないかだけして、もし買わないんだったらもう私たちも先に移動した方がいい。そうね、こっちも時間ないから。ちょっとだけ残ってるから行っていいよ。大丈夫ですか？私そこのスーパーやってもう戻っちゃうから。わかりました。じゃあカメラ入れます。カメラ入れます。あ、持ってた持ってた。さよなら。さよなら。みさこ頑張れ。大丈夫か。頑張れ。のんきに撮ってて映えじゃねえんだわ。行きましょう。あ、オッケー。Thank you。バイバイ。いや、みさこ最後にやらかしましたね。さすがだわ。ミスター、いや、さすが動画のこと考えてる。タクシー来なくてね。パイナポー買うで、今お金ある方すいません、買うようにお願いをする。今伊達さんが。あ、じゃあ私気をつけて。はい、戻りますね。何買ったら連絡。あたしタクシー代払えないじゃん。ちょっと待って。めぐんでください。それ足りますか？あ、あります。なんとかなると思う。すいません、お借りします。よいしょ。空港？エアポート。エアポート。これビニア。あ、さすがっすね。いやでもちょっとリアルにシャレにならないレベル。いや、まあパスポートは結構きつい。私今回の旅結構 Google がカントみたいなとこあったから。マップがかっこいい。ひたすら動画回すみたいな。Sorry. Sorry. 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 Sorry
しない、バイバイ。さああるのか、もう怖くてタクシーの中とか全然喋れなかった。大丈夫、あのおばあちゃんが、あのおばあちゃんが、あのおばあちゃんが聞いてくれれば、あのおばあちゃんが言ってくれればいいな。なかったときはパスポートのコピーも中に入れているんですね。私は本当はパスポートとパスポートのコピーって別にしておくべきなんですけどね、それを一緒に持ってるコピーの意味とはですよね、本当コピーの意味とはっていう状態なのですよ。おばあちゃんいないよね。昔タイでプリクラ帳をね落としたことがあって、タイの落とすっていうかタイの電車のね足元にサンダルとプリクラ帳を袋に入れて置いてたんですよ。だから1時間半ぐらい乗って降りるときに忘れちゃって、で忘れたって落とし物連絡でもあったら、タイは基本的に落とし物はゴミとして扱うから戻ってこないよって言われてヒーってなったんですよね。マジかってなりました。なんで高校2年生の時だったんですけど、そこまでなんか一番超プリを取ってた時で、なんでなんか思い出が全部なくなったみたいですごい悲しくって、サンダルもすごい気に入ってて、それも落としてすごいショックで、それからすごい管理を徹底するようになってたんですけどね、やらかしました。